現在エスパルスは自動降格権の17位です16位になると J2 のクラブとのプレーオフを戦い勝てば残留15位になると無条件で残留となりますエスパルスはとにかく最終節の札幌戦で勝つことが J1 残留の絶対条件となりますただ勝っても他の結果次第で降格となるケースもあります整理をしてみていきましょう まずは、エスパルスが札幌に勝つと、勝ち点は三十六になります。そして、十六位の京都が引き分けで三十六、負けなら三十五です。そして、ガンバが負けると三十六のまま。この三つの条件が揃うと、三チームが勝ち点三十六で並び、得失点差と総得点で有利な。エスパルスが十五位となり、J ワン残留となることがほぼ間違いないという状況です。ただ。 京都そしてガンバどちらかの条件が揃わなかった場合は16位でプレーオフに回るとといううことになりそうですエスパルスは勝っても他のチームの結果次第という厳しい状況です、ねうん、そうですすねねそうなんとか J1 から静岡のクラブがなくなるということがないようにエスパルスにはとにかく勝ってもらってあとはいい結果につながることを信じたいと思います。